西野十一は、日本の技術者、実業家、理学博士。日立ディスプレイズ最高技術責任者や、日立製作所代表執行役副社長、日立金属取締役会長、三菱日立パワーシステムズ取締役会長等を、歴任。神奈川県川崎市出身。1978年東京工業、大学理学部物理学科卒業。 1980年東京工業大学大学院、理工学研究科物理学専攻修士課程終了、日立製作所中央研究所入所。1987年、超電導体と接した半導体中の超電導近接効果の研究で、東京工業大学理学博士の学位を取得。1997年日立製作所。 中央研究所オプトエレクトロニクス研究部長2000年日立製作所中央研究所 CVC 室部長2002年日立製作所中央研究所長2005年日立製作所グループ戦略本部次、経営戦略部門技術戦略室長兼経営企画室副室長2005年日立ディスプレイズ常務取締役 CTO 2008年日立製作所副社長付。2009年ルネサステクノロジ取締役。2010年日立製作所経営改革本部、戦略プロジェクト室主管。2011年日立製作所執行役常務、戦略企画本部長兼戦略企画室長兼、戦略企画本部コスト戦略室長。2012年日立製作所執行役常務、 戦略企画本部長兼戦略企画室長。2013年日立製作所、執行役専務兼 CSO 戦略企画本部長。2015年日立製作所、代表執行役執行役副社長 CSO 戦略企画本部長。2018年日立金属取締役会長指名委員会議長。同年三菱日立パワーシステムズ取締役会長に就任し、 経営立て直しにあたった。ABCDEF、インジ人ン事について日立製作所第18回イジット技術セミナーイジット、技術セミナー東京工業大学、理学博士、オツ大千1713号、1987年9月30日、2017年4月1日から2018年3月31日有価証券報告書日立金属役員人事の件。 三菱ひたちパワーシステムズ三菱重工との合弁会社にひたちが改革波及戦法を送り込む新一週間ダイヤモンド編集部2018.3195時ありがとうございます